がぴったりついてる。取材ですか。カッコつけんなよ。カッコ悪く生きようぜ。パワー。いきなりですが、実は本日今年13年ぶりに豊丸産業さんから江頭さんのパチンコの信頼が出るんです。なんと江頭のコラボパチンコの第2弾は今日から全国のパチンコ屋さんに設置される。そしてそれに合わせた新曲がタイトルは EGA エボリューションという曲になっております。これめちゃくちゃすごい人が作ってくださったという、はい、いやちょっとやばいんですよ。おお、これが作詞は、なんとあのラブライブとか、鈴宮春日の憂鬱など、数多くの大人気アニメの音楽を手掛ける音楽家の畑亜紀さん。おお、とんでもない、はい、もう S はもう、はい、そして作曲は、こちらもすごいです。チャンネル登録者数350万人を超える大人気の歌い手マムハ。ごめんなさい。すいません。誰なんだろう。作曲は、はい、チャンネル登録者数作曲は、はい、チャンネル登録者数350万人を超える大人気の歌い手さんマフマフさんという超豪華な方々で作っていただいております。おでは、その新曲 EGA エボリューションをこの動画で初披露したいと思います。それではどうぞ。盛り上がりそうな VTR もちょっとね、パチンコっぽい感じになるんですよ。はいはいはい、あれが多分、大当たりした時に流れるとか、そういう演出になっているんじゃないかな。信頼も、はい、完成が楽しみですか。いや、楽しみです。これまたできたらうちに行かないといけないですね。そうですね。コラボ第2弾を記念して今日は、エガちゃん、自分の台をうずー。実は俺10年前ぐらいに自分のパチンコ台を出してんだよ。それがこれ。おー、こちらがコラボの第1弾。これ懐かしいね。人気あったんですかね、これって。結構あったよ。営業行くと必ずパチンコ台あ回るじゃん、島回り。あ、はいはいはい、そうするとファンが、はい、江頭さん次の列ありますよって。ということで今日は江頭さん、おちょっと深夜番組っぽい絵面になってますけども今日は台が2つあるので、お江頭さん対クリームダンに対決していただこうと思います。 OK っていうかこれ俺の台だぜ、はい、ブリーフ団に負けるわけがない。いや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 、そこはもう。じゃあルールを説明します、はい、持ち玉1箱、1500玉あるんですけれども、制限時間の1時間でどっちがたくさんの玉を出せるかという勝負になります。なるほど、分かった。じゃあ行きますか。 OK、はい、パチンコバトルスタート。お願いします。ブリーフ団は L から、はいはい、ここでパチンコを知らない人のために超簡単に説明します。台の真ん中にある穴に玉を入れたら、ルーレットが回り始めます。3つの数字が揃えば当たりですが、当たる確率は99分の1、100
100回に1回当たるか当たらないかという確率。ルーレットが回っている間に文字やアニメなどいろんな演出が出てくることがあります。基本的にはこれがたくさん出て派手になってくればくるほど当たりへの期待度が上がってくるというわけです。誰か俺の麦茶持ってきて本気だよもうこれ戦。よしよし、僕、うん、来るときに、うん、駅で自転車が倒れてたんで、うん、もう全部ちゃんと直して得を積んできましたから、うん、多分今日当たると思いますよ。ふざけんなよ、そんなこと関係ねえよ大事ですよ。よしよし、昔ね、2時間前から身体入れ替えに並んでて、一番前、チャンチャラチャチャンチャラってでバーンって開いたの。そしたら後ろのやつからボーンと押されて、その身体のガラスをバーンと割ってて、結局3000円払って終わった。おお、来た！江頭が一番ハマっていた時期は、まあ育ててくれた町ですよ。中野も育ててくれたけど、はい、福岡っていう年は俺を育ててくれました。楽しかったですか？めっちゃ楽しかったし、うん、頑張らないといけないっていう、うん、東京出てきた時思いましたよ、うん、福岡を捨ててくるんだから。やっぱいろいろ勉強した感じですか、福岡で。ああ、しましたね、いろいろ。大体何してる時が多かったんですか、福岡では。福岡で何？あ、パチンコ全然勉強しないです。話は戻り、次がきついんでしょ。 あれ終わっちゃったよ俺あ、稲宮さん、お互い一回も出てないやこの試合はありえないでしょ。まあまだ球はありますけど、うん、どうします。まあでもそうですね、やっぱりこう一回も当たり出せずにもうなくしちゃったってことで、まあ、それなりのなんかやっぱお願いみたいなのがね、必要だよね。そうですね、誠意は見せてほしいそれなりのってどういうことだよ頼み方ですかね。そうですね、やっぱね、もらえるブリウダンさん頼もう、貸してくださいよろしくお願いします深い土下座じゃあそこまで言うんだったらいいですかね。そうですね、はい、じゃあ今度はすいません、弾がこっちもなくなっちゃいました。それなりのやっぱり勝ち負けだからさあの誠意ってもんを見せてくれないと弾をくださいお願いしますどうしようかなどうしようかなまあいいでしょうありがとうございます、はい、泥試合は続き。あれ東田さん、なくなっちゃったなんと早いなんでめちゃくちゃ偉そうじゃんうわすげえなるブリウダン様どうか私に玉を貸していただけませんでしょうか。よろしくお願いしますどうしますか。額がぴったりついてるじゃないですかいい、ありがとうございます誕生日の日にこんなことやられるとは最悪の誕生日だよおい
だこれ。お、やべえ。何かアパートの下に雑誌を読みつけていた伝説のストーリー、大岡工業に入った時の、おお、そうそう、広くなった、やべえ、気になるだけの簡単なモデル、テレビ広告を見つけて息をいようと、まあ、次の次なら次に、はい、ストーリーが、なるほど、ストーリーが続いていけばいいってことですね。そうですね。そうだね。チャンス。やべえ。熱い。熱い。やべえ。熱いじゃん。おし、俺も。うわー。うわー、やべえ。雷。やべえ。どうしよう。やばい。おし、俺もさ。ついに江頭にも、俺も来てる。で1時間経ちまして、最後もう両方当たりも連発して、これどっちがどっちかちょっと最後勝負わからないですが、じゃあまずは江頭さん、球を出してもらっていいでしょうか。わかりました。おお、おお、後半すごかったですね。後半行きましたね。すごい良かった。さあ、そしてブリーフラン、はい、がこちらです。おお、はい、1万4900玉、ブリーフダーが2900玉。じゃあ江頭さんの玉の数、江頭さんは3033玉。おお、そして、はい、まずブリーフダーは1回の土下座で1500玉、はいはい、1500引きます、1400、ブリューダン、結果出た球は1400と、はい、あ、最後追い上げましたね。追い上げたね。そして江頭さんは3033から2土下座の3000発を引きますと33発。マジかということで、ブリューダーの勝利。やったー、やれよこれから俺が伝説を残していくから、お前ら見てろ、わかったな。